したいと思いますのではーいよいしょ行きますぜひあるって言ってくださいあの皆さん皆さんあるって言ってね <laughs> 見てる皆さんあるって言ってくださいそれでは行きますはいふむ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 私はここにいるのであーるーありがとうございます皆さんにたくさんのルースマイルをお届けします新潟県出身高校1年生16歳のベルちゃんこと磯ベルアですよろしくお願いします ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、ありがとう。ああ、ああ、こんばんは。ありがとうある、ール。ありがとう、ベルチマン、ありがとう。ありがとう、みんな。あっ、久々だ。ベニッペ、ありがとう。ヤホー。ありがとう。さっきぶりだね。みんなも、あの、なんだろう。すごい。 笑いはひ聞いはたでしょうか <laughs> ちょっと収まった <laughs> 私もちょっと収まりましたねさっきエサがあったと思うんですけどあの今回はあのなんだっけ「n g t っていうの新公演でひなんか披露してほしい曲みたいな感じだったっけ今回はそう おや前がんパッツンからりありがとうございます。パッツンです。うんそういう回だったよね。はい一位がね自然渋滞でした。二位がマックスだっけで三位が強負けだっけな。うん。 そそうですそうでですすやっぱりみんな自然渋滞期待してくださってたよね私も自然状態投票したんですけどね <laughs> 自然渋滞ちょっとちょっと驚いてるやんでも絶望の後でもあの投票したのでそれはでき入っててよかったですね 今日負け今日負けいいよね今日負け本当にできてよかったうんそうだねまあだからさすごいポジティブに考えるとまあ、すごい自然渋滞はねそう1位本当に嬉しいんですけどあのフェスにとっておくっていう意味でそうフェスの定番曲とかになったらそういいのかもしれないねうんあとなんだろうそれまたは季節ブロックとかで自然渋滞できたらいいなと思ってるし 私はすごい自然渋滞好きだからまたねどっかで踊る機会がね劇場で披露できる時があればなって思いますそうなんかねルアが投票したのがえっと絶望の後で投票したしあとなんだろうなんだろうねあと友達で言いましょうもん投票したし 僕の涙も投票した。空き缶も入れた。なんだろう。あと何入れたっけ。あとなんか入れたなんかねいろいろ入れたんですよ。<laughs> なんかね色んなジャンルがあってなんかこのこのこういうやつで選んでくださいこれで選んでくださいこれで選んでくださいなんかいろんな方向からね考えたんですけど私は本当に盛り上がる重視でそう選ばさせていただいて。 あと何かねいろいろあと今日うん今日負けん,なんだっけちょっと待ってあっ渡り鳥も入れた気がするそう結構入ったんですそう嬉しかったやっぱりなんか迫力が欲しかったからそうもう,うわわってなる曲が多い方がやっぱりそういう中で今日負けがあるとあのなんかすごいおっとりするし。 「命をかけようも投票したんですけど <laughs> ダメだったかなダメだったかなっていうかダメだったねうんそうかかとのらせあ投票しました <laughs> 投票しましたねそうなんかねフルコーラスでやるやる中で選んでくださいっていう感じじゃなくてそうなんか 楽曲発表した時に全部フルコーラスですみたいな季節ブロック以外あのフルコーラスっていうのを聴いてそう,うわっ2番も歌えんのかと思ってそうでもね2番の歌詞すごい好きな歌詞とかすごいいろいろあるからねそれも知りたかったよね <laughs> そう 蒸発とかもなんかもも入れた気もするしなな,なんか意外と覚えてない <laughs> 結構でもそう投票が入ったので良かったですとんかおかげでそのそのおかげで公演もね盛り上がる盛り上がったんじゃないかなと思いますしはいよかったねー ごめんねルアの配信だとすごいネタバレしちゃうから公演のごめんなさいなんかしてないメンバーさんとかもいるらしくてごめんね私のところではもう全部さらけ出しちゃってるので <laughs> そうだからネタバレしてほしくないよっていう方は本当にすみませんルームでめっちゃしちゃってます <laughs> 自分で選んだ曲が入るとさらに思い入れも強くなるそうなんですよそう嬉しくて友達にもショーすごい好きでよく聴いてたしぎこちない通学電車も入れたかもしれないなんかいろいろ入れたななんかいろいろうんそういろいろ入れためれちゃん新公演でやってみたいユニットうんとねわちゃごなしたかったからできてよかったし あとで、あの、衣装着てやりたいです <laughs>。あと、東京公演でできたのもあって、やりたいですね、もう一回。一年半ぶりくらいの。一人何曲あの、なんか、このジャンルで10曲、このジャンルで10曲だったから、20曲くらいかなそのくらいあった気がする。うん。そう、なんか、ジャンルによって、そう、全体曲とか。 そうありましたね暑くなってきなんか暑いな <laughs> 今ねエアはエアコンの温度が2 0度です結構な曲さ選んだそうでも意外となんか NGT4 でといろんな曲あるからめっちゃ悩んだよねうん ちょっと消そう,かなそうこれが思い出の思い出の集合写真大好きちょっとせっかくだから指紋つかないように写真取り出してみよう普段あんまり取り出さないけどうわ、ん こ,れこここれですす左上にいま是非ともね新公園見に来れなかったよっていう方も是非ともこの初日のねあのなんだろう集合写真というものは私にとってすごい嬉しかったものでありましてごめんなさいなんかめっちゃルアーにピンと合うな嫌だなそうちょっと思い出いっぱいってやってるので <laughs> ぜひぜひチェックしてくださると嬉しいです。 チケプリが残念ながら出せなかったからこそこれは皆さんの手元にあると嬉しいかもなそうごめんねチケプリ出せなくて正規メンバーじゃないからごめんねよいしょ 17日の公演とかもなんかあのおなんかあれで投げれるっぽいのでぜひ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 お時間空いてたら絶対劇場で見た方がいい <laughs> 絶対に劇場で見ることをおすすめしますなんならリアタイもし見れない方ぜひ定点で見ていただきたいですね <laughs> うん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  人も定点で見ていただいてあと劇場を来てほしいロアのパフォーマンスを間近で見てほしいなぁ全然あの予定が空いてたらでいいのでお待ちしてます。<laughs> はせかおねえ待ってそうせかおねあのあのねせかおの手あるじゃないですかあの自由ダンスのところ個別のね個別のダンスがあるじゃないですか あれ、私のダンスがあって、あれが DMM に映ってて、あれ、超嬉しかった。やばいよね。ああ、って。あそこが DMM で一番湧いたかもしれない。叫びそうになりました。てれれれれ、てれれれ、れれぐるぐるていが、あの、なんかね、バストアップくらいでルアーが抜かれてて。<laughs> あれ、超嬉しかったから。 だから、だから見てんぐるぐる手ぇだよ、ぐるぐる手ぇ。ぜひとも。あれ、劇場でみんなでしようよ <laughs>。ワールドミンでしようよ。ワールドミンでしよう。いや、そこ映ってたのは本当に面白い。あと、あの、サッカーのボール蹴るところも映ってた。引きで。てぃ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 。 う <laughs> しいねば、ま、っちりだったそこがめっちゃ嬉しかったかな待っていてほしいのとかも手っぽい <laughs> <laughs> まあ確かに <laughs> これもちょっとち,ちょっと手いいかなでもちょっとなんかこう,こうなんだよね <laughs> 見上けててほしい。 この空は立ち直ってゆく劇場で待ってます桜木町将来的にしてみてそうですねあの,あのネクタイをしてやりたいです大いてやーちゃー桜木町あー <laughs> あーって言いたいですねやってみたい 夜投げたた誕生日日の翌日なんで当ていありがとう投げてくれて投げてくれてありがてい今とこ23の広い投げるてありがとう、ね、今月中になんかそうですねもう12月30がもう公演が終わりだからぜひなんかもし今月今年最後にいけそうだってなったら。 見納めに来てください30日もありがたいことに出演させていただけるので公演終わりのあいさつのあと手ぇしてたあそ <laughs> んなこんな感じ <laughs> なんかそう、ま、私すごいファンの皆さん特に赤を振ってくださった方を中心に手振ってるんですけどこうやって見てるんですけどそう手をしてくださってて「ああやべえ」と思ってで柱で隠れそうだったから。 もうルアーがだからもうこうギリギリ見えるようにこう停止をしてたらそれが映っててちょっと恥ずかしかった <laughs> こ。ここんこんな顔してたこんな顔してた全然可愛くない手でごめんなさい <laughs>。本当に全然可愛くない手だったんですけどしてましたねあ。あそうコーラスしたい。 あこんじゃはどいてやさくらここは私が30絶対投げるありがとう。十五の結果ありがとうございます。442だ毎日写真。4422 <laughs> ありがとうございます。はい 見に来てありがとうね意外と30の倍率高かったりして <laughs> 今月は全部満席だったしいなそのくらい公演の練習頑張ったので是非何回も見に来ていただきたいなんか絶対一日でもういいやって思ってもらいたくなかったからそうだから頑張って。 たので。ぜひ。見に来てねー。インドネシアが来ました。ありがとうございます。ありがとう。ね、倍率高そうだね。三十日。わお。そう、なんかね、今回の初日は、なんか本当に、本当に言っておくと。あの。 なんか本当はねカメラ割りがあったんですよ初日の前にリハちゃなんかちゃ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 チャチャまあ衣装着てそうあのね公演をするっていうのがあってそう本番前に本番前っていうかその日じゃないんだけど以前の時にそうその時にあのカメラ割りみたいなのも あのいただけたんですよ。はい、なんか定点の画像をね。あ、違う、ごめん、うわ、喋らなごめん。定点の動画があって、それをね、見て。あ、ここのフリーモードこうした方がいいなっていうのを見てたりとかして。そう。そういうのもあったんだけど、で、あともう一個、そのカメラ、本当に D. M.、MM、M. さんで。 映せる、せる、あのカメラ割りみたいな動画もあったんだけど。あれ、私はわざわざ見ませんでした。実は、わちゃごな。わちゃごな。とは期間だけ見た。なんでかというと。あの、カメラ目線をしてしまうからです。<laughs> パーティーの初日にあんだけやらかしたので。なんか。そう。これを見てしまうと。 あのまたパーティーの初日みたいに引きでもなんかカメラ目線しちゃうからルは絶対にだからまたそういうあの <laughs> そういうね現象を起こしてしまうからと思ってあえて見ずにそうやったんだ今回公演をパーティーの時すごかったもん <laughs> あれは伝説でホ伝説だよね <laughs> 私が後ろにいるからこそ引きで通るなんかんだろうなんか誰かの誰かの歌割りの後ろになんかルアーがいるみたいな時が多くてなんかその時も歌ってないのにこっち見てたりそのカ,メラを、ね、かカメラを見てたりとかしちゃってたのでパーティーの初日は。本当に 今見ると本当に恥ずかしいのでなんかそれをまたしてしまうと思ったからだからあえて見ずにそう、まあ、だからこそ常に表情を気をつけながら頑張ったんですけど、うんね、でも今回「DMM」見て。 そうちゃんとここを出るっていうのを分かったからそうだから見れる時があったらちょっとだけチラッと見てワンポーズしてみようと思います <laughs> あれはやらかしたからね本当にいやもう何かその子の歌わりに集中できないじゃんだって <laughs> その子みたいのになんかその後ろの磯部がこっち見てくるってなるじゃん見てる側は。 なんか急めと目合うなみたいな <laughs> なっちゃうからだから今回はし見なかったじ絶対なってしまうかもしれないというリスクがあったからそうだからあれですねその代わりでもその劇場に来てくださってる方と目を合わせたりもしたしだから劇場お待ちしてまーす <laughs> お待ちしてますよね。待ってるよ今回下手多かったそうそうそう今回担当させていただいたポジは下手が多かったので まあ、ね、でも多分この公演はいろんなルアーが見れると思いますよ楽しみにしててください私も頑張ります新公演レースを送りやすい曲はえなんだろうねでも「僕の涙は流れないの」のクールセクシーなあの曲が終わった後の「心に太陽」はすごいニコニコで表現なんか パフォーマンスできるからみんなとそうニコニコしながら目を合わせることがすごい楽しかった花道もその時私行けるのでそれが結構レッスン遅れるんじゃないかなって思ったりとかうーん比較的あの別もね見やすいですね皆さんのことをそうか照明が明るいから皆さんの顔も見えやすいうん。 なんだろうあとあとはねええー、っ技殿とかもかなうんそんな感じです劇場っていつまでマスクねそうだよね結構みんななんかさ一時期さ私も思ってた いやもうマスク外す時なんかもう一生ないとなんかもうマスクしてないとみたいな感覚だったんだけどでもそんなそう誓ってた自分もいつの間にか普通に外せる時が来たからそうなんかもうそういう外していい時期じゃないかなって思ってるけどでも劇場の場合ね声出しもあるしなんか隣との距離もとても近いもんでこんな感じ <laughs> からねどうなるんだろうね「心に太陽の LED」めっちゃ好きえだよねえっ,めっちゃめっちゃ派手で可愛いよねあのさ NGT がさくるくる回ってるのめっちゃ可愛いよねわ、えー、<laughs> かる私も一番「あの心に太陽」の LED が一番好き2番目に好きなのが渡り鳥かなうん渡り鳥も大好きだな <laughs> あとはタリドリの照明も好きそのさセンターの方もうさすで光さすじゃないですか「テンテンテン」の時ハァー!」ってなるあと飛んでる時とかもさその人だけがあの照明当たってるからそれもすごい好きでそれも演出も見どころですね。うんなんなか DMM じゃ本当にも 伝えないと思っている正直ぜひお待ちしてますね <laughs> 超絶勧誘待ってるよそのくらい、ね、花道出てきて自分の最良名だと感動して、いや本当にもうめっちゃ手振っちゃったななんだっけ何が どうにかなるよってっちょっともう振りじゃないのに手振っちゃった <laughs>。涙の先。あれ嬉しいよね。てか手振るとわかるんですよね。なんかサイリウムがこうあるじゃん。こう。こうあってさごめん長さが違うね。なんかもうこう振ってるじゃん。だけどなんか手振ったらこう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 振ってくれるわけですよ。 だからそれが嬉しいあ手振ってくれ振り返してくれてると思ってそうでもね本当にちょっとだけの時間だからその時間でねちょっとちょっとでもなんか花見なんかその柱後ろの方とかにちょっとでも喜んでもらえるようにねそしたら嬉しいですよねてかてかちょっとこの時間をねちょっと。 聞いてくださいあの、すみません大事な初日の10日を、アドベントクレーダーの、忘れて,て、本当にすみません本当に申し訳ない毎日しますとか言ったのに、10日でちょっと途切れちゃったんですけど、ちょっと、ちょっとお見逃しいただいていいでしょうか <laughs> ということで、今日のゆ、あの、あの、まあ、夕ご飯ちゃ夕ご飯は、あの、2つ <laughs>。 すいません。十日の、昨日のね、昨日の、昨日のあのね昨日やつを食べたいと思います <laughs>。昨日はこちらですね。え、え誰？えだ誰？え反対これ。何？何これ？だ誰？すごい可愛い,い。いただきまーす。うん。うんと。 頑張った味ががすする新頑張った味しますどんなどんなか <laughs> 誰いもトナカイ <laughs> そうですねなんかトナカイのパタパタっていう感じがします走ってる音次11が。 さっき10日ここにあったけど11ここにあった、はい、今日夕飯2倍 <laughs> そうですねちょっと夕,夕飯ですねこれちなみに今日はあのグラタンを食べましたこれデザートチックな感じですねやばい地味に時間がやばいえ今日のえ11日なんかへこんでるまあ、いいやへこんでるわなんかこれは靴ですかうん スキーのやつスケートかなすごいいただきます <laughs> スケートだよねありがとうございますめっちゃおいしいすごい いや、めっちゃくちゃ中が甘い。<laughs> すごい。急ぎで食べたからごめんなさい。では、お礼させてください。13位。えー、っと、MLF0101 氏ありがとうございます。12位、マグロック氏ありがとうございます。11位、マサ三三三氏ありがとうございます。10位、マサシオ氏ありがとうございます。9位、小川満氏ありがとうございます。8位、しゅうちゃん氏ありがとうございます。 うわ、甘っ <laughs> !7 位、マイルシー、ありがとうございます。六位、ポンポンシありがとうございます。五位、ふわふわシありがとうございます。四位、鉄尾シー、ありがとうございます。三位、小型の大型シー、ありがとうございます。二位,位,位、おじゃしありがとうございます。そして、一位は、じゃ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 、ぽいアイスラズマイルシです。ありがとうございました。ありがとう、アイスルーズマイルシアイスルーズマイルシは、アドメンタカレンダーやってるかな <laughs> <laughs> あんまりやってる人いないからね <laughs> そうそうそうでもぜひこういうチョコおいしいから甘いけどぜひ食べてください <laughs> ありがとう早く行きたい来てねごめんめっちゃ口回らなかった来てね <laughs> はいそれではギリギリ間に合いましたあと1分間おめっちゃ甘いめっちゃ甘いなちょっとそのそれプラスさらに加藤の <laughs> 午後の紅茶を <laughs> 甘い全部甘いどうしようお茶が欲しいお茶が欲しい <laughs> お茶が欲しいありがとうございました <laughs> おやすみありがとうねありがとう